バディーワークスの佐々木です。今年、リリースするのは、3アイテム。まずは、こちらですね。ロッド。ダブルキャノンになります。でこれは、バディーワークスから、リリースする初めてのロッドになります。でこれダブルキャノンというのが商品名で、このアイテム名がストライカーというアイテムになります。でこのストライカーというのは、攻撃、攻撃的な意味ですね。を意味する言葉なんですけれども、こう操作をしながらですね、賭けに行く竿っていうイメージで、作ってあります。でこれレングスは10フィートジャストになります。あまり長すぎても、ただのね幕釣りっていうんであれば、長さっていうのはあってもいいんですけど、じゃあワームとかを操作して賭けに行きますよっていう釣りの場合、10フィートを超えていくとデメリットのことがちょっと多く出てくるんですよね。なので、これに関しては10フィートジャストというところで、作ってあります。で、見てもらったら分かる通り、ブランクの細さですね。10フィートにしてこの細さっていうのが非常にこう特徴的なところだと思います。このクロスのラップを入れてきてるんですけども、これは通常のカーボンではなくて、カーボンシートをさらにクロスのラップで締め上げてるんですね。飾りのカーボンっていうんではなくて締め上げてるので、通常より細いブランクスにして強さを出すことができるという、ブランクスになります。で、結局繊細なアクションが必要になってくる。もうファーストテーパーでヒップをこう操作しながらかけていくっていう竿なので、ここの太さだとかは風の影響とかも受けますし、操作性に問題が出てくるので、できる限り細く強くというふうにしてあります。で、先ほどお話ししたみたいに、ファーストテーパーなんですよね。この辺りから上をティップをクンクン入らせながら細かく操作をしていく。あとは今日なんかもそうですけど、波の動きに合わせてティップがうまくこう吸収してくれながら、ルアーをうまくテンションを保ちながら一定のレンジをトレースさせてきたりすることもできます。で、ファーストテーパーなんですけども、このベリーの部分とバットにかけての連動性っていうのも非常に重要視してて、キャストの時なんかはファーストテーパーなんですけど、投げる瞬間に綺麗にベリーが曲がって、で高弾性のカーボンがパーンと出た瞬間に収まってくれるという風な仕様になっているので、キャストも非常にやりやすいですね。で、実際今度はバットですよね。こっちの方でフッキング、かかりましたよと言った後に、今度フッキングさせる時にバットが弱いともうフッキングが決まらないんですよ。ここの辺がベリーからティップっていうのは曲がるように作ってるんですけど、バットは非常に強く作ってあるので、フッキングさせた瞬間にバットでヒラメの顎を貫通させることができるという風な仕様になってます。でスペックなんですけれども、ルアーの方がマックス 42g、 マックスは42ですけど、ベストは17から 32g。 この 32g っていうのは 21g のジグヘッドに、フラッグシャットであれば4インチが 7g なので足すと 28g。あとはオフベイトなんか、メタルジグですね、オフベイトは 30g で、ヘンチマンも 32g、 あのあたりのルアーをうまくコントロールさせることが求めてる、このロッドになります。で P の方が 0.8 から 1.2 ですね。 1.5 っていうのも考えたんですけれども、 1.5 になるとやっぱ細かい操作性もできなくなってきたりしますので、0.8 から 1.2 までにしてあります。で自重は170前後、170g と。でガイドはトップガイドが、トップから 1,2,3,4,5 までを 5.5 のサイズを入れてきてます。これは、最初6でテストもしたんですけれども、やはりガイドの径は小さければ小さいほど負荷も小さくなりますし、感度も上がってきます。ただラインが抜けなければ
5.5 に下げることはできなかったんですけども、それはやっぱりテストを繰り返す、6から 5.5 に落としてっていううちに 5.5 で十分足りる糸抜けのフィーリングができたので、これはトップの方 5.5 というかなり小口径のガイドをセッティングしてあります。ぜひ、こちらの方ご検討いただければと思います。はい、次にですね、バディワークスからリリースされます、商品はこちらヘッドですね。99ヘッドというジグヘッドになります。こちらは、フィールドスタッフの目黒武久、プロデュースの、第1弾の商品になります。で、コンセプトは何かと言いますと、これシャローサーフですね。遠州のようなシャローサーフでいかに底離れよく浮き上がらせることができるかと、揚力が一番高いっていう風なものを目指して作っているのがこの救急ヘッドになります。これ見ていただいたら分かる通り、その前のところにこういう R がついたカップのようなものがあります。で、ここで水を受けて揚力を発生させて浮き上がらせるというのがコンセプトになります。どうしてもこういうシャローサーフでのワーミング苦手だよっていう方多いと思うんですけども、それはどうしてもリトリーブをしても底を引きずってきてしまうというのが多いと思うんですね。なんですけども、この救急ヘッドはその揚力で浮き上がらせるっていう設計にしてありますので、それを容易にしているというジグヘッドになります。どうしてもね、こういうシャローサーフの場合ってまず浮き上がらせるのには助走が必要になってくるんですよね。で、助走がどれぐらい距離があって浮き上がって、であとは惰性でこう泳いでいくんですけれども、その助走が何メーターも必要っていうんではなくて、これに関しては短い距離でふわっと浮き上がらせるように作ってあります。で、それを可能にしているのはもちろんこのカップもなんですけれども、このアイ、このワイヤーなんですけども、これは移動式ですよね。スナップが移動して、飛距離出すっていうのももちろん意味はあるんですけれども、このワイヤーが一番前まで来てるっていうのが非常にそれの重要な役割をしてます。っていうのが、ここから引っ張ってきますと水をきれいに受けて上がることができるんですけれども、もしもワイヤーが一番前まで来ずにですね、この辺途中のところで止まってたとしたら、このルアーの姿勢ってこうなるんですよね、泳ぐ時に。そうすると面、上の面に当たるので揚力を発生しない。なので、これをわざと一番前までっていうのは、これはもう実はこだわりの一つなんですね。で、ここを受けて上がっていきましょうと。で、先ほどお話ししましたこのワイヤーの重心移動なんですけども、キャストの時にひっくり返ってスナップが後ろに来ます。で、この状態で綺麗に飛んでいくと、前が重たいところが引っ張っていてこう飛んでいってくれて、着水して巻き始めるとスナップがついているこちらから浮き上がってくると、ここ水を受けて水量を受けて上がってくるというような仕様になってます。で、私どももちろんこう浮き上がるっていうのも重要なんですけれども、このうちの方で、フラッグシャットだとかフラッググラブだとか、ワームの種類が4アイテム5アイテムかな今あります。で、それとのこのヘッドの接地面ですね、ここのフィーリングっていうのも非常に重要視してまして、フラッグシャット、フラッググラブ、フラッグタヌキ、フラッグライト、フラッグカール、どれもある程度こうマッチングするように作ってあります。で、ここをマッチングさせるために、全体のボディのバランスをトータルで取るために、この特殊なですね、真ん中にこうへこみの形状になっているんですけれども、これは、後ろの面を確保しつつフロントをヘビーな面を確保するというのを、全てをトータルでバランスを取っているのが実はこの真ん中のへこみになります。で、これは、今持っているのが 21g です。 14g で 21g、28g という、3サイズ設定になっています。で、14と21っていうのは実は、ほぼ同じ大きさになります。で、14g は低比重の、合金を使ってますので、同じ形状で同じ面を確保しつつ、軽くなっているのでより浮きやすい仕様になってます。なので、こういうところでのこれからだと近距離戦、かなりヒラメが刺してきた時の近距離戦なんかは 14g をいかに使いこなせるかっていうので、超過がだいぶ変わってきます。なので 14g っていうのは飛距離がななんて言って敬遠される方も結構いらっしゃるかもしれませんけれども、 14g をうまく使いこなしてもらえればと思います。で、フラッグシャットとの、組み合わせた
救急フラッグスターターキットという、もう完全セットされているものもリリースされます。それは10月の中旬に 21g、28g の設定で、発売いたしますので、もうセッティングされているものがということを、お求めの方は、そちらも、ぜひ、使ってみてください。最後にですね、3つ目がこちらのスピンテールのジグですね。砂丸と言います。漢字の砂に、漢字の丸、砂丸という名前になります。まあ、この名前の由来はこれ横から見ていただいた時にちょっと船のような形になってるんですね。でサーフ用のスピンテールとして開発したものなので砂丸と、漁船みたいなイメージですね。で名前が付けられています。でこれ今お話したようにサーフ用のスピンテールです。でサーフで求められることって、いかに、まあ、浮き上がるかということが一つ、求められる。あとは飛距離をどれだけ出せるかと、こういうメタル系のものというのは飛距離が欲しいところです。でそれを考えた時にこの後方重心ですね、後ろに重心を持ってきて前でこの下のところで水を受けて浮き上がらせるというこの形状にしてあります。でスピンテールって、この後ろのブレードがこう回転させて食わせるというものになるんですけれども、どうしてもこのブレードがフックに引っかかったりですね、飛んでる時にこれが空気抵抗になって飛距離が出ないよっていうのがスピンテールの弱点だったりするんですよね。それをいかに克服するかっていうのをこれを考えまして、キャストの時にこの上のアイのところがこう移動してブレードがこちらに畳まれるような形ですね、空気抵抗が少なくなるような形状にわざとしてあります。なので飛ぶときはこのような形で後ろのウェイト後方重心でありながらブレードも畳まれるので非常にスムーズに飛んでいくと。で泳ぐときはこれが移動してきて後ろブレードを回転させていってくれる。ただこの時にブレードって回転するとですね、必ずどちらかにボディを傾かせようという力が働くんですよね。こういうふうに回転すると水をこっちにかきますのでボディがこう傾くと、それをさせないために上下非対称のわざとこの形にしてやってですね、ボディをできる限り僕は安定して動かしたかった。でただ単純にボディがもうこう重りと一緒でこう来てブレードが回ってくるだけじゃなくて、これをこういうふうにスプーンのように動かしたかったんですね。それを可能にしたのがこの 3.5 っていうブレードのサイズとこのボディ形状なんですよ。で上下非対称にしてるともちろん下が安定するのでこの姿勢を保とうとすると、でこれが 3.5 より大きなブレードになってくるとこのブレードが回転する力に負けると。でもっと言うともっとこのブレードを小さくしてしまうと今度はこのブレードが負けてしまってボディが今度は全く動かない。でさらにはこのブレードの効果がないっていうのでこの 3.5 っていうのが非常にこだわってます。あとは先ほどお話したみたいに投げた時にエビにこのフックと絡んだりしてのトラブルです。これキャストしてトラブルになったらすごくストレスがたまると思うんですけど、そうならないようにしているのがこのスプリットリングとブレードとフックのこの位置関係なんですね。これ見ていただいた通りこのスイベルですね、スイベルが垂れ下がってないと思うんです。これわざとこの上のアイの位置を調整してスイベルがここで止まるようにしてあるんです。でフックと干渉しないと、フックと干渉してもこうすり抜けるような感じですねにセッティングしてあります。で、フックはリアフックっていうのは、こういうフックの場合2本を後ろにするか1本を後ろにするかっていうのがあるんですけれども、このフックは後ろを2本にしてこの間でちょうどブレードが回転すると、泳ぐときはこういう感じですね、2本が後ろでこの間でブレードが回転するようにというふうに、作ってあります。なのでこういうスピンテールジグの、弱点をかなり克服したサーフ専用のスピンテール、これが砂丸になります。ただ巻きに非常に向いてるルアーになりますので、そういう時にただ巻きでどんどん欄干をしながら打っていっても、テクニックというより場所をこうどんどん足で稼いでいくっていう時なんかもこういうブレードジグ、こういうのは、こう強い味方になってくれると思いますので、よろしくお願いいたします。今回もう秋になるんですけど、はい、バリワークさんのおすすめのルアーとか何かありますか？今回はですね結構ありますよ。2つも2つ、うちで2つって言ったら結構な量ですからね。
一つは、はい、このジグヘッド。ジグヘッド。これは2年かけて開発した、はい、救急ヘッドっていうジグヘッドなんですよ。はい、この遠州サーフのこういうシャローサーフでワーニングやったら、そこを引きずっちゃって浮かせられないとかあるじゃないですか。うん、ありますね。はい。それをいかに早く浮かせるか、素早くそこから離すかっていうのをもう第一コンセプトで作ってるのがこの救急ヘッド。なるほど。こうカップ見てください。すごいですね。こう特殊な。このカップで水を受けて、ふわっと浮き上がる。飛行機じゃないですよ。ふわっと浮き上がらせるように作ってるっていうのがもうこの救急ヘッド。救急。うん、なんで、本当こういうシャローサーフでは、まあ、ワードが例えばこのグラブ、あとはシャットとかいろいろうちあるんですけど、一番浮きやすいのはフラッグシャットの浮きやすい。シャット、はい、シャットは揚力がさらに一定量発生するので、うん、はい、ただ今日みたいな風がある時ってできる限りオートマチックにテール動かしたいじゃないですか、はい、でグラブテールってまあ、スピード域がもうすごいスローから動いてきているんで、うん、まあ、こうやって風強くてちょっと何やってるか分かりづらいなっていう時でも水中では綺麗に泳いでくれるので、はい、この揚力を使ってで水中の中で安定したレンジをテール、はい、グラブテールでっていうのが多分使いやすい。なるほど。浮き上がるのと、あとは逆にスローに一定の層を巻くっていうのができる。そう、浮き上がらせるのが早いってことはスローに巻けるんですよ。これでもね、シャローサーフではむちゃくちゃメリットがあると思うんですよ。ぜひ、はい、これはおすすめです。佐々木さん、あと僕、はい、気になったのがこれつながる、これはね、シャロもうスピンテール、まずスピンテールが欲しかったんですよ。スピンテールで、まあ、フラッシングって効くじゃないですか、うん、いらない。でブレードのものってやっぱり、まあ、静岡も、もちろん使うんですよね。でブレードものって効くんですよ、いらない。だけどシャローサーフで負けるブレードものって少ないんですよ、はい、数が。でそれをまず作りたいと思って、そこから作り始めたのがこれです。でこれ特殊な形状で後方重心になってるじゃないですか、はい、で後方重心なんでもちろん飛距離は出やすいと。で上下、まあ、この平らの方が上の方に面になるんですけど、上下非対称なのでボディが安定するんですよ、うん、こう傾かずに、はい、で一番のこの特徴はこのブレードとフックの位置関係もうスイベル落ちないようにわざとセッティングされてるんですよ、うん、この、はい、なのでこれがこっちに行ってもすぐにこう外れるように、これ絡んでエビになっちゃったら嫌じゃないです、ね、うん、キャストしてああもうあーってなっちゃうじゃないですか、スピンテールってそうならないようにしてあるの。でキャストするときにはこれがこっちに畳むようになってるんですね。キャストしたらもうこっちが引っ張っていきます、はい、そうすると飛行姿勢も安定して抵抗が少ないから飛距離も出せるっていう、ほんと砂、こう砂の地専用のスピンテール、はいはい、だから砂もある、砂もあるグレソー、うん、なんで一回もこうピャッと投げてもらったら、はいはい、ああこんだけ飛ぶんだって。もちろんメタルジグルは飛ばないです、もちろんだけどワームとか他のプラグよりは飛ぶんで、今までにない狙い方ができるじゃないですか。なんで第3のルアーというか、今までにないルアーっていう意味では非常に面白いと思う、はい、まあ、深場だったりする静岡サーフとか、そうですね、静岡サーフ、そういうエリアでもなんか使えるものだったりとか、そうですね、静岡サーフでももちろんこれはレンジをスピードコントロールで、レンジをコントロールできます、はい、で、この救急ヘッドはもともとこのシャローサーフで作ったんですね、はい、だけどこれは開発段階、最初の段階はもうここでだけ、こういうところで使うだけを考えてたんですけど、はい、僕開発の段階の時に使って静岡でもちろん、まあ、会社すぐですよね、はい、ただ1分ぐらいに、はい、使ったらこれが 28g になるんですよね、はい、で21よりもちろん長いんですよ、ちょっと、うん、で僕、まあ、縦巻きやってたら綺麗にもあこれ巻きやすいな、で止めた時にスナップが後ろにずれるじゃないですか、はい、だから落ちる時この角度でストーンと落ちるんですよ、はい、着手すげえ分かりやすいと思って、コンっていくから、あ、何これ、ただ巻きのストップアンドゴーだったらこれはかなり使えんと思って、これがね、28の救急ヘッドは、はい、静岡サーフではむちゃくちゃおすすめです。駆け上がりもあるんで、スッて抜けてくるのもいけそうですね。そうそう、なんかもう手前の駆け上がりのところを狙うんだったら 21g でこう狙っていって、で、はい、沖の、向こう沖だと 5m、6m あるので、はい、もう深いところを一定のところでこうトップアンドゴーするんであれば28の救急ヘッド、うん、これからは石持ちだとか、はい、ヒイラギ石持ちが
入ってくるのがもう秋のパターン、はい、ヒイラギはちょっとムラあるんですけど石持ちは大体黒なんですよ、はい、なんでそれに当てていくような感じで巻いてくる、はい、で特に静岡はグラブ、グラブがねもう静岡さんはめちゃくちゃ強いんで、なるほど、ぜひ静岡の方はグラブ &998g これを要チェックでお願いします。あの波の白いとこまで飛びますからね、はい、駆け下がりのとこまで。もうキャストするときに、はい、あんまり力力感がいらないんですよ、はい、どちらかというと姿勢をきれいに投げるっていうのが実はジグヘッドに重要で、どういう風に向こうに飛ばすか、はい、スイングスピードが速いだけだと、あの出ていくスピードとルアーが飛んでいくスピードっていうのが合わないとルアーって回っちゃうんですよ、はい、なるほど。キャストの時はもういかにきれいに速く投げるっていうより、はい、竿の反発をいかに使って投げるか。そこずらないですね。そこずらないようになってるんですよ、はい、で多分ワームゲームで不得意な人って、はい、シャローサーフの中で何回も止めちゃうと思うんですよ、はい、だけど僕多分こういう浅いところのサーフだと2回ぐらいまでかなと思ってるんですよ、うん、止めるのって。っていうのは結局止めると次浮かせるまでに助走が必要になるんですよ、はい、でその助走の間ずっと引きずってしまうのでより浮きにくくなる、はい、沖に着水したところってルアーって浮きやすいんですよね。そのラインが上を行って表面張力でラインが浮いてる状態なんで、はい、巻き始めた時上に力がかかる、うん、で巻き始めると中間の距離の時ってラインが結構浅い角度で入るんで、はい、より浮きにくくなってるんですよ。近くに来たらロッドとの角度がつくからまた浮きやすくなるんで、はい、あんまり途中で止めすぎると引きずる時間が長くなりすぎる。だから沖の方で1、2回止めて、はい、中間から手前に関しては僕は止めない方がいいと思います。特にもう手前は止めてしまうと、はい、せっかく第一ブレイクだとか近いところにいる魚をもうアピールせずにまた引きずっちゃうってことがあるので、手前 30m ぐらいは僕はもう止めないです、はい、ここで巻くのとここで巻くのだと角度が違うんで巻いてくるスピードが変わってくる。なんであまりこれの角度だとかなり速く巻かなきゃいけないんで、今使ってる砂丸なんかだとどちらかというとミディアムスピードぐらいが一番向いてるので、あんまりこの平行にというよりちょっと45度までいかないぐらいのところで30度から40度ぐらいのところで巻いてきて止めて着底で巻いてくると、まあ、その1回途中1発ぐらい止めてもいいとは思うんですけども、だいたい止めるときっていうのはレンジが合ってるかどうかちゃんと浮かせられてるのをチェックするときだけです。それ以外はもうただ巻きでポン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 難関していって広範囲に探っていくっていうのがスピンテールのいいところでもあると思うので、そういう感じで使ってもらえればと思います。